はい、撮影を再開します。相模ダムのもう間近に来ました。もうなんてことはないね。さっき横断歩道を渡って、で反対車線に来て、まあここにここまで渡ってきたんだけど、本当に横断歩道、信号があるところまで行かないとちょっと渡れなくてね。でちょっと一回さすがに危ないなと思って、カメラ止めて、まあ、ちょっと本当にぶすぎね、細切れの動画になっちゃって申し訳ないんですが、まあ一旦またここで再開することにしました。よいしょ。ここは渡れるんだよね。今札幌市のおじさんが向こうから歩いてきたから、まあ普通に通り抜けていいんだろうけど、関係者以外立ち入り禁止とかそんなことはないよね。いやー、ここら辺に来てようやく落ち着いたな。これあれがさっき渡ってきた橋。わ、こっちを見るとだいぶ落差が、まあダムだから当たり前だけど、これ覗くの怖いんだよな。ヤンバダム行った時もね、ほんと恐ろしくてね、ちょっと一回、ここから身をかがめて、うわ怖えな。入らないよ誰も。まあ、ここから別に入るって飛び降りるわけじゃないからね。まあ、川遊びで入る人もいるんだろうけど、つくい大橋、ちくい大橋でいいのか。よいしょ、ちょっと待って。自分がね、身を乗り出せないからカメラだけ、まあ、腕を天高く差し上げて、反対側も行ってみるか。こっちはね、落差がないから。今日相模湖回ってきてね、ハイホテルとね、坂道しか見てなかったから、ようやくね、よいしょ、ようやくこう、なんて言うんだろう、レジャー気分が味わえるようになったかなという、この終盤に来てようやくそんな気分になりました。あの滑車はなんだ。なんかよくわかんない。いやー、これでね、なんか休憩できるベンチかなんかあったらね、えちょっとおむすびの一つでも食べたいんだけど、まあ言ってもまだ10時だからね、お昼には早いんだよな。普段ね、お昼全然食べない人なのよ、仕事の人が。急に人の気配がしたから喋るのやめちゃった。そうなんだよね。だからここら辺にね、ベンチでもあって、よいしょ、あ、ちょっと待って、休憩できるところがあればいいんだけど、よいしょ、ありまへんな。この滑車は何だろうな。
これあれだよね、あのなんかなんていうんだっけ、あのリフトみたいにあーとか言いながらガーッと向こうまで行くとか、そういうあれじゃないよね、まさか。なんか工事用のっていうか作業用の何かだよねこれ。あーは怖いな俺は絶対できないそういう設備じゃないだろうけど。ああなるほどね、こうなってるんだ。はい、じゃあ以上相模ダムからお送りしました。なんか中途半端だな、まあいいや。はい、じゃあこれから、相模湖の湖畔公園に戻って、ゲームセンターが空いてたらそこで撮影するかもわからないけど、まああの陽気なね、話好きのあのなんて言うんだろう、この呼び込みのおじさんがいたらちょっと撮影しづらいかもわかんないね。まあちょっと状況に応じてどうするか決めようと思います。慰霊塔って書いてあるな、なんだろう、これダム建設で、まあ工事に関わった人で命を失われた人の慰霊塔か何かかな。なんかそんな予感がするな。よいしょ。はい、じゃあここで一旦動画を終わりたいと思います。はい、それではまた。